ホセルイス・ビスカイイのピメンテルはドミニカ共和国産クリストバル州産クリストバル出身の元プロ野球選手、ウトリョーダ。息子のホセ・ビスカイイのジュニアもプロ野球選手である。1986年にロサンゼルス・ドジャースと契約してプロ入り。1989年にメジャーデビュー。シカゴ・カブスへ移籍後の1993年にレギュラーの座をつかみ打率。 287、54打点を記録した。翌1994年はニューヨークメッツへ移籍し、1995年は遊撃手としてナショナルリーグ1位の守備率、984、クリーブランド・インディアンスへ途中移籍した1996年は2球団合計で、 自己最多の161安打を放った。ニューヨークヤンキースへ途中移籍した2000年は、メッツとのワールドシリーズ第一戦、延長12回裏にサヨナラ安打を放った。また、この試合は、シリーズ史上最長時間試合となった。ヒューストンアストロズで、プレーの2002年は、唯一の打率3割となる打率30、303を記録した。引退後は、 ドジャースの GM 特別補佐を務めた。ありがとうございます。